こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本の起源は韓国だと様々な暴言を発信していますが、今度は日本の和牛が韓国が原産だと主張していましたが、嘘だとバレたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。 EBS の歴史講師をしているチェ・テソン講師が、日本がチェ・シュクロン氏を収奪して日本の和牛を作ったと主張している。番組に出たチェ・テソン講師は、単に日本が収奪してチェ・シュクロン氏が日本の和牛になったと話しましたが、国内ではなぜこのような話が出たのだろうか。国内で主張する日本和牛チェ・シュクロン施設の主張とそれに対する反論を調べてみよう。また日本の牛に関する最も有名な記録の一つが国牛十図という絵だ。鎌倉時代末期の西暦1310年に文芸家であり牧童だった根井野直麿によって作成されたこの絵は、当時日本に存在する有名な牛10種類を選別して、それぞれの特徴、力が強い、誠実だ、健康だなどと、外房、島牛、白い牛、黒い牛、オス牛などを描写している。和牛は政府主導により但馬牛や西洋外来種のブラウンスイス、ホルスタインなど西洋品種の交雑により誕生したというのが定説。朝鮮半島チェシュ島クロン氏の日本和牛起源説は根拠がない。特に EBS 講師がこのようなデマを広めたら、最近中国で起きている韓服やキムチの中国起源社長と変わらないと思う。ここまで来ると我々は中国の東北皇帝の悪口を言える立場ではなくなりそうだ。それではネットの反応です。万物韓国起源説かっこ笑い。もちろん悪いところは全部日本が元祖だよ。もしこれが本当なら、韓国人が悪口を言うのと何が違う。実はこの黒牛というのが韓国から来たんですよ。仮にその黒牛が韓国原産だとしても、一体何が重要なのか全くわからない。まだら模様の牛がたくさんいたそうだけど、残ってるのがないね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。